秘密の呪文、ひかは何を、ほほはあみあみ。皆さんこんばんは、カワウソ編集長です。最初の秘密の呪文、ひかは何を、ほほはあみあみが何か分かりましたか？それはさておき、 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人ですが、鎌倉時代の弱点は登場人物が多すぎて立場の把握が難しいことじゃないですか。そこで今回は鎌倉幕府の有力者13人と頼朝の関係性を相関図で分かりやすく解説しました。源頼朝の乳母は比企尼という人で、頼朝が京から伊豆に流されると、それについて伊豆に移りました。頼朝は比企尼を実の母親のように慕っています。比企尼は養子として比企の義和を迎え入れていますが、この比企の義和は13人の合議制の一人で、娘の若さの局を二代将軍頼家に嫁がせて権力を振りますが、北条氏に滅ぼされました。三好康信の母は頼朝の乳母の妹で、その縁で伊豆の国にいた頼朝に月に3回京都の情勢を知らせていました。持ち人王の挙兵を頼朝に知らせ、諸国に源氏追討の計画があるので奥州に逃げるように伝えています。こうした縁で康信は1184年に頼朝から鎌倉に呼ばれ、門中所執事となりました。康信も13人のメンバーの一人です。足立の森永は頼朝の乳母である比企尼の長女丹後の内侍を妻としていて、頼朝が伊豆の流人の頃から仕えています。石橋山で頼朝が敗れた後も共に阿波に逃げるなど苦楽を共にし、下総の大豪族上総の広常を説得して味方につけました。頼朝の死後に13人の合議制の一人になりますが、梶原景時を弾劾して追放した後に病死します。二階堂幸政の母は会った大宮司末則の娘で、頼朝の実母も末則の娘なので、幸政と頼朝はいとこということになります。万所別当大江の広元の次官として行政訴訟を担当しました。幸政も13人の合議制の一人です。北条の政子は伊豆の流人になった頼朝の正室です。この時北条氏は頼朝監視の任務にあり、父の時政は結婚に猛反対しますが、政子は押しかけ同房となり、時政も諦めたとされています。北条の時政は伊豆の称号族で、伊豆に勢力を張る伊藤の助近の娘をめとっていました。舅の助近は平家に取り入っており、時政が頼朝をかばうのはリスクがありましたが押し切りました。こちらも13人の一人ですが、後に息子の義時や政子との権力闘争に敗れ、伊豆に隠居し失意のうちに病死します。北条の義時は政子の弟で時政の四男です。頼朝死後に比企一族の討伐で頭角を現していきます。義時も13人の合議制の一人で、唯一親子で名前を連ねていました。その後梶原景時は比企の義和、渡辺義盛を次々と滅ぼし、承久の乱で後鳥羽上皇の軍まで破り、鎌倉幕府を全国区にしました。三浦の義澄は相模の豪族です。伊藤の助近の娘を妻にしたので、北条の時政とは親戚関係です。
石橋山の戦いでは相模から頼朝に加勢するつもりでしたが、酒匂川の増水で足止めされ間に合いませんでした。その後安房に逃走する頼朝と合流しました。こちらも13人の合議制の一人に選ばれています。梶原景時は石橋山の戦いで隠れていた頼朝を見逃したいんで、安房に逃れて勢力を盛り返した頼朝に登用されます。当時の東北武士には珍しく教養がある文武両道の人物で、頼朝存命中は鎌倉殿の一番の家来と称されています。こちらも13人の合議制の一人です。頼朝死後は二代将軍頼家と強く結びつき、御家人の勢力を削るべく暗躍しますが、御家人の反撃に遭い、逆に66人の弾劾状を突きつけられ失脚しました。和田義盛は三浦氏の一族で、石橋山の戦いに間に合わず、その後阿波で頼朝に合流します。鎌倉幕府の侍どころ別当として大きな軍事力を持っていましたが、1213年の和田合戦で北条の義時に敗れ滅亡しました。彼も13人の合議制の一人です。安達統元は平治の乱で頼朝の異母系である悪源太義衆に仕えた古参の人物です。自称寿永の乱では当初から頼朝の挙兵に従い、頼朝が再挙兵して武蔵野国に入った時に、豊島清元、笠井清重親子とともに帰参しました。頼朝の死後に長老の安達盛長とともに13人の合議制の一人に名を連ねています。八田智家は保元の乱から源義朝に仕えて手柄を挙げています。頼朝の挙兵にも最初から参加し、源範頼に従い平家討伐に従軍しますが、義経とともに頼朝の許可も得ず官位を得たりして罵倒されています。時勢を読む力にたけ、反北条新北条を巧みに泳いで天寿を全うしました。13人の合議制の一人です。源頼家は頼朝と政子の嫡男で、後の鎌倉幕府二代将軍です。頼朝死後は将軍専制を目指し、母方の北条氏と対立することになりました。しかし梶原景時を排除され、外戚の比企氏を自身が重病の時に時政義時に滅ぼされ、さらに頼家も伊豆修善寺に強制隠居させられた上暗殺されます。大江の広元は頼朝が鎌倉に幕府を開いた際に京都より招かれ、政所別当の地位につきました。13人の合議制の一人です。政治的には鎌倉将軍を補佐する立場でしたが、北条氏の力に抗えず執権政治に協力しました。中原の近吉は頼朝が幼い頃から面識があったようです。頼朝が鎌倉に幕府を開くと京都から下校して平家追討のために朝廷との交渉で尽力しました。こちらも13人の合議制の一人です。いかがでしたか。今回は NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人の有力者13名を頼朝の視点から解説しました。鹿は何を、頬は網網とは鎌倉幕府の有力者13人の頭文字だったのです。さて、川尾編集長の部屋では引き続き皆さんのリクエストを受け付けていますので、下のコメント欄からお願いします。では今回はこの辺で、バイチャ。